ボルグナ県はバングラデシュ南西に位置する県である。バリサル管区の一部である。ボルグナ県の全体の面積は1831.31平方キロメートルである。北はジョコルタ、バリサリ、ピロジプール及びパトワカリ各県と隣り合う。東はパトワカリ県に接す,する。南はパトワカリ県とベンガル湾に隣接する。西はピロジプール及び バゲルハット領県と接する。ボルグナ県の重要な河川としては、ペイラ川、ビショカリ川及びバラシェオー川がある。ボルグナ県は5つの郡に分かれる。アマタリーピジーラバンナピジーラバーグーナサターピジーラ、ベタギピジーラプラハーガートピジーラボルグナ県の経済は、主に農業に依存している。主要な作物は、米と豆類である。獣との栽培は、 かつては重要であったが徐々に換金作物としての人気を失いつつある。海岸線のある県であり、漁業が活発である。この県の産物としては、金馬の葉、豆類、バナナ、瓶同士、糖蜜、海産魚や小エビがある。小規模製造業には、米の製粉場、製材所、石鹸工場、小麦粉製粉場、製氷工場やペン工場がある。 伝統的な家内工業には、織物工芸、竹細工、木備細工、金細工、単ヤ製品、陶器、木工品や仕立て屋があり、農村部において盛んである。ボルグナ県には、3485棟のモスク、43棟の神殿、5棟の教会、1棟の寺院がある。2007年現在、 ボルグナ県の全人口は90万2465人で、人口密度は1平方キロメートルあたり492人で、ある。女性の割合が50.12%で、多数派である一方、男性は49.88%を占める。